業にに専念することをを表明翌年ブブリッーーーーズにてプロデューサーオブザイヤーを受賞日本国内では岩瀬敬語の楽曲をプロデュースしている。1992年、スウェードのギタリストとしてデビュー。ブレッドアンダーソンと共に曲を作り、芝叩く間にイギリスポップシーンでの成功をつかむ。彼は、すべての楽曲で作曲を担当し、 ギターを弾いた。デビューアルバム、スウェードは、マーキュリーミュージックプライズを受賞した。しかしたメンバーやプロデューサーとの確執により、セカンドアルバム、ドッグ、マンスター完成直前の1994年に、脱退してしまう。1994年、バトラーは、デビッド・マッカルモントと、マッカルモントバトラーを結成。 イエスユードの2枚のシングル版をリリース。解散後にはこれらの編集版、サウンドオブマッカルモントバトラーがリリースされた。その後、クリエーションレコーズから、ピープルムーブオンフレンズラバーズと2枚のソロアルバムをリリース。ステイなどのヒットシングルが生まれた。2001年には、デビッド・マッカルモントと和解し、再びマッカルモントバトラーとしてアルバム。 ブリング・イット・バックをリリースし、フォー・リング・ブリング・イット・バックの2枚のシングルを、カット、UK ツアーを行った。2002年、リバティーンズの、リバティーンズ宣言収録の両 A 面シングル、ホワット・アウェイ・スター、アイ・ゲット・アロングをプロデュースする。2004年には、ブレッド・アンダーソンと和解。新バンド、ザ・ティアーズを結成し、2005年に、バトラー自身のプロデュースによる、 アルバム、Here Comes the Tears をリリースした。全英シングルチャート9位を記録した、Refugees, Lovers ーーのシングル曲が収録されている。2005年、バトラーは、ウェールズ人女性歌手、ダフィーを紹介され、2008年に、彼女のデビューアルバム、ロックフェリーでタイトル曲を含む4曲を共作、プロデュースした。アルバムセールスは500万枚を数え、 グラミー賞では3部門でノミネートされた。同年、表舞台から身を引き、プロデューサー業に専念することを表明した。そして2009年、プロデューサーとしての成功により、ブリッド・アウォーズ、プロデューサー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。愛用している、チェリーレッドのギブソニー ES-355、t d s v は、 ジョニーマーへの憧れから使い始めたもので、アームプレイを多用したスタイルとともに、彼の代名詞となっている。ありがとうございます。